パリオリンピックでのマーガレット・アボットマーガレット・アボットはアマチュアゴルファーで米国人女性として初めてオリンピック競技で優勝した。1900年のパリオリンピックにおける女子ゴルフ競技で9ホールを打数47のスコアで回り優勝した。米国人貿易省の父チャールズ、母、メアリーの娘としてインドのカルカッタで生まれた。マーガレットが幼少の頃父親が死に、 残された家族はボストンに引っ越した。アボットが10代の時に母がシカゴヘラルド氏の文芸欄編集者の職を得たのでイリノイに引っ越した。ここでウィートンにあったシカゴゴルフクラブでゴルフを覚え、たちまちローカル大会で優勝するなどし、ハンディキャップは2だったと記録されている。メアリーとマーガレットの2人は1899年から1902年にかけてパリに滞在した。 メアリーは旅行ガイド発行の調査のため、マーガレットは、ロダンや動画の下での芸術の研究が目的だった。1900年のパリオリンピックでは、初めて女性の参加が認められたが、総数997名の参加者のうち女性は22名だった。同年には、パリ万博が開催されたこともあり、オリンピックはこの万博の併設賞といった意味合いが、強く、名称も、 世界選手権とされ、開催期間も6ヶ月に及んだ。ゴルフ競技は1900年の10月4日に、パリの北5 0トルのコンピエーニゴルフ場の旧ホールコースで行われた。当時のゴルフイラストレーテッド氏には、パリ万博関連行事として、世界ゴルフ競技が最近開催されたと書かれている。運営や広報活動も、お粗末なもので、アボットを含めて参加者たちに、 オリンピック競技に出場しているのだという意識はなかった。この大会がオリンピックプログラムの一環だったという歴史研究がなされたのはアボットの死後であり、従って彼女自身は死ぬまでこのことを知らなかった。加えてフロリダ大学教授でオリンピック委員のポーラウェルチがゴルファーに関する研究の途上で、 アボットの生涯とオリンピックを結びつけるまで彼女が勝利したこと自体ほとんどの人が知らなかった。ウェルチがアボットに関するさらなる情報収集を行ったことで様々な大会に出場して素晴らしい成績を残していたことも判明した。そして彼女の家族を探し出し母親の業績を子供たちに伝えた。当該大会の米国オリンピックチームの公式メンバーの中に 彼女の名前がないということが彼女があまり知られていなかった理由の一つでもあった。これは彼女が当時芸術の勉強のためにフランスに居住していたためであった。アボットはたまたまゴルフに心得があったこととフランスに住んでいたという理由でこの大会に出場したに過ぎなかった。オリンピックでは9ホールのスコア47で優勝した。賞品として 金箔張りの陶磁器製ボールを授与された。1900年大会は優勝者にメダルではなく高価な骨董品や工芸品が授与された唯一の大会である。出場者はロングスカートとファッショナブルな帽子を着用したが、アボットによるとフランス人参加者のうち何名かは、その日に予定された試合の本質を公開して、ハイヒールとタイトスカートで現れてプレーしたという。 母親のメアリーもこの大会に出場し9ホールを65で周りのないタイでフィニッシュした。これはオリンピック史上において同じ大会の同一競技に参加した唯一の米国人母子であり、その後もこのような例は記録されていない。女子のゴルフ競技はこの後2016年のリオ大会まで開催されなかった。マーガレットは帰国後の1902年12月10日に 作家のファインリー・ダンと結婚した。ファインリー・ダン・ジュニア、ペギー・ダン、レオナード・ダン、そして映画作家として著名なフィリップ・ダンの4人の子供を設けた。子育て中もゴルフは続けていたという。1955年6月10日、コネチカット州グリニッチにおいて70歳で死んだ。1996年のアトランタオリンピックの 公式プログラムの中で1900年大会の選手としてアボットが取り上げられた。2018年にニューヨークタイムズは彼女の死亡記事を遅れて掲載した。ありがとうございます。